リバリーヒルズ・サパークラブの火災とは、1977年5月28日の夜にアメリカが州国圏タッキー州キャンベル軍のナイトクラブで発生した火災。火災による最終的な死者数は165名に上った。負傷者は少なくとも200名を超えていた。かつてここで最終的に165名の死者を出した火災が起きたことを伝える看板。 ビバリーヒルズサッパークラブはキャンベル郡のサウスゲートにあったナイトクラブである。1977年5月28日は土曜日であり、この日の夜に火災が発生した。多くの客は当初は火災が危険なものだったことを手遅れになってから気がついた。当初はこの時に火災によるパニックが起こり、これが多数の死者を出した原因と報道されたのだが、アメリカが州国防科協会による 調査の結果は確かにパニックになったものも一部には、いたにしてもパニックが多数の死者を出した主因ではないというものだった。ビバリーヒルズサパークラブの従業員は防災訓練を受けていなかったが、それでも消火器による初期消火を試みた。だがそれは失敗した。さらに、客の避難も遅れた。この結果たちまち164名の死者を出した上に、負傷者も200名を超える惨事となった。 そして火災から9ヶ月以上も経過した1978年3月1日になってこの火災による最後の死者が出て最終的な死者数は写真の看板にも書かれているように165名に上ったこのように最後の死者が出るまでに時間があったため火災発生当初の資料には死者数は164名と書かれているありがとうございます